ダブトンこいつですが、これが表示パイにめくれています。続きましてなんちゃには水原、ソーズ一面つ両面二つ、ドラヤが第一つも、かな、ペイじゃないですか、何は捨てないですか、ええ、うん、こいつのペイに手をかけます。続いてシャーちゃんには登場、今季初登板、いきなり後輩パイ、そうなの、悪くないっすよね、あれが悪い。そして萩原も初があんこですね。萩原も悪くないですね。はい。あれ今日みんな、今日とにかく全選手ハイパイですね。ね。あのなんかもうエネルギーが溜まってます。あー、エネルギー。第二。控えのせいかな。違います。違う。違う。思いの丈がこう集約してるんですよ。へえ。それによってこう日によっては違いますよ。もちろん。だからこう見えますね、 M リーガーの選手みんなが序盤の大切さに気づき始めてます。なるほど、はい、序盤と言ってると結構危ないですよ。そうなんですよ、ちょっとこれから僕調べようと思ってることが少しありまして、ええ、例年今年はちょっとゲーム数が増えた関係から9月に開幕したじゃないですか、で例年ってやっぱ10月の第1月曜日から開催してたんですけど、ええ、10月を終わった時点での順位がどれだけレギュラーシーズンが終わった時に、うん、そのままの順位と言ったらおかしいけど、どういうふうに、着地するのか、はいはい、ちょっとねこれから私過去、まあ、レギュラーシーズン、ごめんなさい、このシステムになってから、うん、セミファイナルが登場したシステムになってからちょっとね洗ってみようかなって今思ってます。なるほど、はい、10月ね終わった時点で ね10月序盤、しかもよく言うんですよみんな、セミファイナルになればポイント半分だし、あファイナルになればさらに半分だしってみんな言うじゃないですか、全然違いますよ。いやそうなんですけど、そうなんですけど序盤の大切さにね僕はね気づいたチームが強いと思ってます。そうですね、はい、さあこれ登場一色までありますね。うわードラかされたよ、ちょうど1枚出ている。いや水原もペイ切らないで何切ったんで、はい、その判断が良かったですよね。何か書いてるとポンされますから。もう一個来たらどうするんですか。来ないですよ。なるほど、おああ行っちゃいますか、行っちゃいましょう、行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。両ピンから切って赤ウーピンにはそんなに、なーにをちっちゃいこと言ってなさってない、あれもう両ピンから切って笑われちゃう、うわーやだ赤ウーピン引いたらタンヤオヤイーペーコーでいいんじゃないかとか、そう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 、あーもう情けない、東条さんに聞かせられないよ、恥ずかしくて。東条ローピンから切った、当たり前でしょ。でも今数ピン切んなかったね、ピンズのが安全と見てるわけじゃないぞ、不思議、うん、あくっついた、赤ウーピンくっついた、これトントンっていくパターンもねいずれあるかもしれませんね、将来的にですね、なるほど、ここからパーピン打って外が引いたらもちろんトンでしょうね、はい、E ピン切るの勝又って、あ、E ピンありますね、 E ピンありますね、数層引きは E ピンじゃないですか、あこれ一応言ってください、一応実況なんで言わせてください、一応テンパイです、じゃリーチじゃない、何言ってるんですか、いった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 、これは何が欲しいですか、僕はパーマンだ、ポンするかもしれないよ、ポンした9万短期、あ、本当だ、ポンした9万短期、これはこれまだテンパに見える、 でもこれあるとしたら鎮逸ですよ、本一じゃないですよ、これ9万止まらない、誰も持ってないよ、よ山に2枚、2枚か山に、いや次元爆弾のスイッチが鳴っている、誰が掴む、絶対打っちゃう、全員打っちゃう、開局早々8000、萩原は分かんないよ、ローマンとスライド一旦チン、これダブトの後付けですね、はっきりとダブトの後付け、もうそれしか役がない、さあ9番どこに行く、やだ悪魔の黒ひげ危機一発が始まった、うーわおっかない、おっかないよ、おっかないよ、テンパイだ、関山荘初ドラドラ、これ山荘はめちゃくちゃ盲点ですよ今、嘘切って、これ勝又連想ポンが3層アウトだ、うん、いいシャンテン広くなったね、イーマンチーだ、しないでしょ、いいチーないですか、イースーチーマンですよ、あのさ、はい、今誰も東条がテンパだと思ってないんだから、はい、イーマンチーして9番切るともう出なくなっちゃうじゃない
ピーマンズがまた出上がりばっかり考えて9万単位十分じゃん。これはどうですか3万は。いや切るよ3万は。あの今度単位をつきますチーするとまだテンパえチーするわけないじゃない3万すいません。あ3万チーはさすがにないか。あでも警戒してるね。ポンはポン2万数万のポンない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 、はいはい、いやいいあピンズ切るんだ。こんなに考えるとピンズ切れそうだね。っていうか多分勝俣に打ちづらいですね多分。どちらかというと東条、ね、に今警戒する場面じゃないですもん。本当だ、ね、勝俣に3万ですね。うん積もった東条今年の天真爛漫新一2004戦の積も上がりきました。誰言わんチーしてるかって言ってる人。いやね萩原危なかったですね。あれチーしたら9万回っててロンだったかもしれないです。でもイスチームですからね。はいということで登場いきなり決まいや